ミネアポリス連銀のカシカリー総裁は7日、経済専門メディア、CNBC とのインタビューで、今年は2、3回の利下げが適切な可能性があるとの認識を示しました。さらに利下げの開始時期については、今後インフレ率が目標とする2%に達成することを示すさらなるデータが必要だと強調しました。 またボストン連銀のコリンズ総裁も講演で7日今後の金融政策を検討する上でより多くの証拠を確認する必要があると述べ利下げの開始に慎重な姿勢を示しています。